キンプルラスト SP 告知岸ユ太タ一生忘れない思い出発言に涙止まらない20日放送ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますキングアンドスの日本テレビ系冠番組キングアンドスルキンプル 土曜午後1時半が13日に放送され通常枠での最終回を迎えた。最終回は過去66回の放送から選ぶ爆笑名場面と未公開シーン特集キンプルデミー賞が企画された。番組の最後には20日に放送される番組初のゴールデン2時間スペシャル午後7時56分の告知映像が流された。 平野紫耀、26がサウナでシンデレラガールを熱唱するシーンなど一泊二日の5人旅の様子が公開された。大自然の水風呂や5人だけの花火大会のシーンが放送され、最後に岸優太27が一生忘れない思い出というシーンで告知は終了した。最後の岸の言葉にツイッター上では大きな反応があった。 みんなが楽しそうで嬉しい。よきしくんの一生忘れない思い出に、涙騎士くんの一生忘れない思い出で予告だけで涙止まらんなどと書き込まれていた。キング・アンドプスは昨年11月、今年5月22日をもってきしユうた、ひらのしよう、じユぐが脱退し、順次ジャニーズ事務所から退除すると発表。 CD デビュー5周年記念日である同23日からは、長瀬角と高橋山の二人体制で活動する。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。